よう、あんちゃん。今暇かい？暇といえば暇だが、さっきまでこき使われていたんだ。何か手伝えってのならお断りだぞ。さすがのあんちゃんも、あの姉ちゃんには頭が上がらねえか。当たってるだけに言い返せん。まあそいつは置いといてら、あんちゃんはこういった荒事に慣れてねえみてえだからな。ちゃんと獲物を手入れしてるか気になってな。手入れ？やっぱりか。まあ仕方ねえな。こいつだこいつ。あんちゃん、あれからまだ獲物を手入れしてねえだろ。時間のある時にちゃんと手入れしておかねえと、いざって時に命取りになるぜ。言われてみれば。かなり手荒に扱っといて、そのまま放置だったな。やっぱまずいか。そいつに自分の玉預けるんだ。まずいどころじゃねえな。それこそ恋人や女房のように扱ってやんねえとな。確かにその通りなんだろうが、こんなのどうやって手入れするんだ。普通に刃物の手入れとかなら見よう見まねでなんとかできそうな気もするが、これはちょっとな。どれ、ちょいと貸してみな。できるのか。こんな商売を続けてりゃ大抵のもんはな。さすがにこいつは珍しいが、できないってわけじゃねえさ。ほう、結構な代物とは思っていたが、こいつはまた。こいつはなんだ。いろんな意味で面白い。間違いなくいわくつきってやつだな。なあ、呪われてるとか言わんよな。ああいう意味じゃねえよ。まあ呪われてたとしても何の不思議もねえけどな。不思議じゃないのかよ。まずこいつが何でできてるかな。鋼じゃねえな。もっと硬い別の何かだが、何かわからん。あれだけ乱暴に扱ったってのに、賭けも曲がりもしてやしねえとな。で、次はこの仕掛けだ。仕掛け？何か仕掛けなんてあったのか。気づかなかったのか。こうして扇を目いっぱい広げてだ。そこからさらに広げようとすると、見てな、結構えぐいぜ。うわ、仕込まれた隠し輪が飛び出すって寸法だ。こんな機能があったのか。しかしえぐいってほどのものか。いや確かに驚いたが、歯が隠してあるくらいは普通だと思うが。じゃあこの洗面に細かな溝が掘られてるのはわかるか。うん、これか。確かにあるな。これはどうかしたのか。この刃先に触れたら、たとえかすり傷であっても。そういうことか。確かにえぐいな。ちなみにこいつの表面、綺麗に磨かれちゃいるが、うっすらと模様になってるだろう。こりゃ血と薬品が染み込んだ跡だな。つまり血が染み込むまで使い込んでるってわけだ。はてさて、こいつはどれだけの命を食らってきたんだか。あんちゃんの言う通り、本当に呪われてたりしてな。おい、冗談のつもりだろうが、シャレになってないぞ。悪い、俺も言っててそう思った。あのな。
どこも歪みはねえし、欠けてもいない。これなら問題はねえか。しかしクオンがなんでこんな物騒なもの。あの姉ちゃん、よっぽどアンちゃんを飼っているか信頼してるらしいな。クオンが自分を、なんでだ。こいつを見りゃわかるさ。こんだけ心を込めて手入れしてやるんだ。よほど大切にしてきた思い入れのある品なんだろう。そいつを何とも思ってねえやつに預けるとはとても思えねえがな。よし、こんなもんでいいか。ほれよ、できたぜ。今度は自分でもできるよう手入れの仕方を姉ちゃんに教わっとくんだな。あ、おう。思いが込められたものか。なぜクオンはそんな大切なものを自分に渡した。なあクオンは何を考えている。お前に込められた思いとは何だ。アンちゃん、手すきならチート馬の世話を頼まれちゃくれねえか。馬の世話？別に構わんが、何をすればいいんだ。そこにある餌をやってもらいてえのと、ちょっとした手入れだな。手入れ？ああ、このたわしで皮をこすってやるんだ。こいつで皮をこすってやると気持ちいいらしくてな。馬どもが喜ぶ。馬は大切な運搬手段だ。しっかり面倒を見てやらねえといけねえし、大切に扱えば向こうもそれに応えてくれるってもんだ。へえ、こんなものだね。まああんちゃんも馬に乗るようになればわかるってことよ。そういうことなら手伝うさ。ただ飯ぐらいってのも気が引けるしな。そう言ってくれるとありがてえ。馬はそこの馬車の先に繋いであるから、あとは頼んだぜ。やっぱどう見ても馬っていうよりダチョウだよな。と、すぐやるから、そう焦るな。わあ、なんだ、驚かせるな。言葉は通じてるんだよな。いつの間にか隣にいてじっと見つめられてたら誰だって驚くだろう。なんという息の合い方。ところで何か用なのか。まあ眺めてたいなら好きにしてくれ。こいつらのすることを気にしてたらいつまでたっても馬の世話ができんしな。うわぁ、これ。喧嘩するな。ダメだこいつら、餌を前に目が血走ってる。このままだと本当に喧嘩を始めそうだ。仕方がない。お前ら餌をやったことがあるか。まあいい、
こいつらに餌をやるのを手伝ってくれ。あ、指を噛まれないよう気をつけろよ。そんなやり方だと指を噛まれる。餌をやったことはないと言いつつ手慣れてるんだな。こっちはとは危ないな。チキショー、こっちの方は指ごと食らう勢いで一心不乱にがっついてるんだが、なんなんだこの差は。まあ嫌われてはいないみたいだが、妙にハッスルというか、あのバカ鳥といい、ここいらの動物は妙に興奮気味な奴らばかりだな。あ、そうだ、よかったらたわしでこいつらの体をこすってやるのを手伝ってくれないか。自分一人だと大変っていうか、興奮したこいつらにもみくちゃにされそうな気がしてきた。なるほど、あんな感じでやればいいのか。何すんだお前、一瞬体がくの字に折れ曲がったぞ。なんだ、早くやれって。いって分かったから、たわしをカゴに押し付けるな。ここか、ここがいいのか。ドラッ、こら、嬉しいのは分かったから落ち着け。蹴り殺す気か。あっちのおとなしい方を担当すればよかった。な、お前ら。なんでお前らが、あの二人はどうしたっていない。おとなしいんじゃなかったのか。いた、だからたわしを押し付けるな。やればいいんだろう、やれば。なんで自分がこんな目に。だから待って。お前らどこに行って。いや、そんなことより早く手伝ってくれ。なんだ。まさか。お前もなのか。こりゃまたでかい鍋だな。ハク殿、こんなところで何を眺めているでおじゃるか。さすがにこれだけの人数になると、その支度も豪快だなと思ってな。そうでおじゃるな。マロもこんな大勢と行動を共にするのはこれが初めてでおじゃるよ。そういうマロロは何をしてるんだ。マロでおじゃるか。マロは
そうでおじゃる、お手伝いの最中でおじゃった。手伝い？ルルティエ様、頼まれたお塩でおじゃる。ありがとうございます。ハク様、もしかしてルルティエが料理を作ってるのか。こんなことくらいですか。皆さんのお役に立てませんから。しかしこの人数を用意するのは大変じゃないか。いえ、お城の厨房は私が取り仕切っていましたから。お姫様だと聞いていたから意外だな。もっときらびやかというか、そういったのとは無縁だと思ってた。その私の家は辺境の一意高速なので、そんな格式の高い家ではありませんから。それにクオン様も手伝ってくださいますし。クオンも？私が料理を手伝ってるのがそんなに意外なのかな。うわ、ハクと出会う前は一人旅をしてたんだから、一通りできるのは当たり前なんだけどな。いや別にクオンが料理ができないなんて。あ、ハクはそこで見てるといいかな。私の技を見せてあげるから。料理が下手と言われるのに嫌な思い出でもあるのか。ルルティエ、お塩はこのくらいでいいかな。もうちょっと濃い方がいいと思います。皆さん働き盛りですから、少し塩辛い方が好まれるかと。そっか、そう言われるとそうかも。ルルティエ様の手料理楽しみでおじゃるな。確かにあの二人がどんな手料理を振る舞ってくれるのか興味がないといえば嘘になるな。あの、どうぞお味見を。これは、お口に合うといいんですけど。おお、なかなかにうまそうだ。絶妙な塩加減だ。優しい口当たりでどこか懐かしい感じの味がするな。これはうまい。ルルティエって料理上手なんだな。あ、ぶしつけだったか。姫さんって呼ばないとな。いや、ルルティエと呼んでください。じゃあ今度はこっちの味見ね。クオンもできたのか。そんじゃ遠慮なく。ああ、クオン？何かな？これ一体なんだ？見ての通り、煮物に決まってるかな？うん、確かに煮物なんだが、少しでかすぎやしないか？大きさはルルティエのと比べて5倍ほどある。さあ、味見してみて。いや、味見って、これって一食分の量があるだろう。こりゃ一口では食えんな。そもそも串が重量に耐えきれず折れそうだ。そんな少しずつじゃなくて一口でガプって。あっち、むちゃ言うな。まずくはないが、外側の味が濃い上に大きすぎて中にまで味が染みてないぞ。百歩譲ってクオンの言う通り、一口で食べればちょうどいいのかもしれんが。どうかな。本人が食う分にはうまいんだろうが、
こうも自信ありげだと正直に言いづらいものが。まあ、うん、まあうまいじゃないか。そうでしょう。もうすぐ出来上がりだから楽しみにしてて。うん、まあまあうまい。にしてもお姫様って割には家庭的な感じなんだな。お高く泊まった感じがなくって親しみやすいっていうか。ああ、それにしてももう腹がいっぱいなんだが。元気にしてっかな。だが自分は知っている。その称賛されて鼻高々の料理、元は料理というにはあまりにも豪快で男らしいものだったが、ルルティエが手を加えてくれてまともになったということ。比率でいうとクオンが2のルルティエが8。ぶっちゃけクオンのは手伝いとは名ばかりの邪魔にしかなっていなかったということ。よしみんな、食いながらでいいから聞いてくれ。予定通り日が暮れる前にロエイチに着くことができた。今のところは順調だな。問題はこの先だ。分かっていると思うが、ここから先国境にかけてまで深い森が続く。街道とはいえ凸凹だったりぬかるんでたりもする。足を取られて荷車がはまったりしないよう注意しとけ。それとだ、最近この先で賊の被害が頻発している。賊の規模からして俺たちが襲われることはまずねえだろうが、油断は禁物だ。おのおの警戒を怠らず気を引き締めて取り掛かってくれ。それから騒ぐなとは言わねえし、飲むなとも言わねえが、羽を外しすぎて明日以降に響かねえように。な、話は以上だ。道が荒れてるのか。こりゃ尻が痛くなりそうだな。ずっと歩き続けるよりかは100倍もマシだろうが、何か座布団代わりになるようなものを用意しておこう。それにしても本当に盗賊なんかが出るんだな。まあみんな腕っぷしが強いし、この人数なら大丈夫っぽいから心配いらないか。どうした？大丈夫か？手伝おう。あ、いえ大丈夫です。このくらい一人で。女の子がこんな重そうな袋を運ぶなんて大変だろう。実際つまずいたわけだしな。でも力仕事は男がやるもんだ。あ、よっと、えっ、お、重っ。この子はこんなのを運ぼうとしていたのか。腰が。だがここで無理でしたとか言うのはあまりにも情けない。ぐっ、ぐあの、どうかしましたか。いや、別に。ありがとうございます。なんだかご迷惑を。とかいいから早くして。腰が砕ける。ね。
どこまで行けばいい？あの私の天幕まで運んでいただければ。よし、わかった、案内してくれ。はい。ございます。いや、そんな大したことじゃないしな。あ、汗が。服にこうでも炊き込まれているんだろうか。それとも彼女の体から発せられる女性特有の香りだろうか。終わりました。ああ、なんかすまない。いえ、こんなことしかできませんから。じゃ、自分はこれで。あの、よろしければ お茶をお入れしますので休んでいってください。どうぞ、ソチョですが。随分と手慣れているんだな。ありがとうございます。私は家族にお茶を入れるのが好きなんです。ここ九十里はオーロであるお父様自らが率先して開墾することで国が大きくなりました。お父様はもちろん、お姉様たちやお兄様たちも木を切り岩を押しのけて畑を耕すのが当たり前でした。でも私は体が弱くて、だからせめてお茶や料理で家族みんなに喜んでもらいたくて。なるほどな。ルルティエのお姫様らしからぬ家庭的な雰囲気はそういうところから来ているのか。しかし、あれだけ重いものを持ち運べるのに体が弱い、これはツッコミどころなんだろうか。うん、うまい。よかった、お口に合って。茶の甘みと苦みがちょうどいい塩梅で、とても気持ちが落ち着くよ。一番上のお兄様の好きな茶葉なんです。疲れが取れると言われるお茶で、そう言っていただけると嬉しいです。本当に家庭的で心の優しい子だな。おかわりをお入れしましょうか。あ、頼む。なあ、ひょっとしてその棚は全て茶葉が入っているのか。はい、そうです。確か茶ってそれなりに高かったよな。ちょっと聞きたいんだが、そっちの棚は。その棚ですか。衣装棚と化粧箱です。じゃあそっちのは。それは調理具に裁縫道具とかいろいろな小物が入っています。ああ、そこのでかいのは。お布団です。違う枕だと眠れなくなって。そうか、やっぱりお姫様なんだな。
これを満たすだけで何往復させられたことか。にしてもこんなにお湯を沸かして何に使うんだ。鍋をするって感じではないよな。飯は食った後だし、にしたって量が多すぎる。まあだとしてもクオンなら平らげそうではあるな。うん、いい湯加減。苦労して汲んだ水が湯水のように。いや確かに湯水なんだが納得いかん。一応聞くが、何をしてるんだ。見ての通り湯あみの準備かな。ああそんな気がしてたか。まさか本当にこんな老栄地でわざわざ苦労して大量の湯を沸かしてか。苦労した後の湯は格別かな。苦労したのはこっちであって。パク、もうちょっと下がってて。相変わらず無防備だな。しかしこんな苦労をしてまで湯あみをするとはね。風呂好きだとは思っていたが、ここまでとは。心にしみるな。そんなに風呂が好きなのか。うん、とっても。一日の終わりにこうして湯あみで汗を流すのなんて最高の気分。本当なら日に二度は入りたいくらいなんだけど、あまり贅沢は言えないかな。それあれか、ツッコミ待ちか。ツッコミを入れろと言ってるのか。もしかして旅の途中いつもこうやって湯を用意していたのか。うん、贅沢だけど自分で用意する分には何の問題もないからね。この水を汲んできたのはこっちなんだが。だからありがとう。今日はハクに感謝かな。相変わらず鋭いな。そんな姿しか想像できん。そうだ、今のうちに仕切りを元に戻せば。よし、なんとかバレずに。あとは足を結んでおけば。させてどうする。あ、そうだ。いい香り。今のは危なかった。もう少しこちらを向いていたら終わりだった。ハク、
くん、さっきから静かだけど、どうかした？いや、静かって言われてもな、他に誰もいないんだし、クオンと話をしてなければ静かになるだろう。そうなんだけど、急によそよそしくなったから、どうかしたかなって。さては覗こうとか考えてたのかな？聞く。バカ言え。誰がそんな真似するか。冗談だよ。ハクはそういうことをしないって分かってるから。分かってくれればいいんだ。じゃあ両親が。いや、これは覗いてるんじゃない。断じてない。だから問題なし。こうだったら最後の手段だ。そう、逃げるしかない。たとえ気づかれても明日にでもなればきっとうやむやになっているはず。多分きっとウコンのところにでも止めさせてもらえば。贅沢を言えば、せめてもう少しだけ女としてのふくよかさがあれば、なんていうか、ちょっと残念でしょ。ハク、いや待て、わざとじゃないんだ。これは布が勝手にほどけてだな。そんなことより何を残念に思ったのか聞かせてもらいたいな。何のことだ。別に残念なんて言った覚えが。もう少しだけ出るとこ出てればと、ね、ちょっと残念しょと思ったぐらい。すごく残念そうなため息が聞こえたんだけど、どういう意味かな。ため息。まさか。待て、確かにそうも思ったが誤解。あれ。違う話を。よし、休憩は終わりだ。そろそろ出発するぞ。おうよ。おや？お前ら何か用でもあるのか？どうしたものか。その二人誰なのかな。こっちが聞きたい。聞いても何も話さないんだ。荷運びをしてるってわけでもないし。そうだろ。いかにも怪しいって思うよな。分かった、荷運びをしている男衆の子供ってとこかな。そんなざっくりでいいのかよ。ま、いいんじゃないかな。特に害があるってわけでもないし。ああ、そうそう、ルルティエを探しに戻ってきたんだった。ルルティエ。なんだ、こっちを心配して戻ってきたわけじゃないのか。
道が荒れてるってこういうことか。これはもういいか。何を聞いても答えが返ってこないし、何考えてるかわからんし、もうあれこれ気にしても無駄な気がしてきた。にしても暗いな。なんだか不気味でおじゃるの。こうも不気味だと昔読んだ絵巻物を思い出すでおじゃるよ。昔昔とある奇人が旅の途中森の中でそれは美しい女と出会うという話なのでおじゃるが、実は女の正体は森に迷い込んだ人をかどわかして食らう世にも恐ろしい脱ぎそむ神で、ぬひー恐ろしや恐ろしや、うん、脱ぎそむ神、あやかしみたいなものか。ハク殿は怖くないでおじゃるか。いや、特に。そうでおじゃるか。話としてはありきたりな上に、内容を説明されただけでどうやって怖がれ。ん？すまない、助けてくれないか。の、どうした。荷車が溝にはまって抜け出せなくなってしまったんだ。今仲間が助けを呼びに行っているんだが、それを待っていたら日が暮れてしまう。すまないが、荷車を押し出すのを手伝ってもらえないか。ありゃまあ、そいつは災難だったな。よし、てめえら荷車を押し出すから何人か手伝え。つまりマロロが言ってた脱ぎそむ神ってあんな感じか。にゃっ、さっきの話だ。ああして言葉巧みに近づき、油断したところをガブリとしてくるんだろ。ひー、大変でおじゃるよ。いや、本気にするなよ。あんな感じかと聞いただけで、あれがそうだとは言ってない。第一可愛くはあるが、絶世の美女って感じじゃないだろ。そう言われればそうでおじゃるな。ちょっと可愛いくらいで全然美女とは違うでおじゃる。いやいや、ほんと美女でなくてよかったでおじゃるよ。どうしたい、姉ちゃん。いや別に、本当に助かる。厚かましくて申し訳ないが、もう一つだけ頼んでもいいだろうか。おう、言ってみな。ふむ、ならばお前たちの荷物を置いてってくれ。はあ？お前たちの荷物を置いてってくれ。うお！な、動くな。取り囲まれてる。ハク殿、マロロも両隣の二人もって、いない。へえ、やるじゃねえの。安心しろ、我々の目的はその積み荷だけだ。おとなしくしていれば手荒な真似はしないと約束する。それとも
無駄な抵抗をしてその娘たちを危険にさらすか。ルルティエ君のことか。しゃあね。おめえらもだ。いいか、余計な真似はするな。おとなしくしてりゃ何もしねえって言ってんだ。言われた通りにしてやろうや。そこの二人、お前たちもだ。こりゃ仕方ないか。もうなるようにしかならない。言われた通りにしてしばらく様子を見るしかないだろうな。何してる、お前もだ。マロはこいつなら何も持っていないぞ。下手に間もついて向こうを刺激させないためだったんだが、うん、いいだろう、お前たち。ソラ、両手後ろに回せ。にしても賊に襲われないんじゃなかったのか。こうして見事なまでに襲われてるんだが、手荒な真似をするような連中でないのがせめてもの救いか。いや、さすがのスリ、見事な手際じゃねえな。うん、こりゃ上玉じゃねえの。程度だってこんな上玉はめったにいねえじゃんよ。決まりじゃん、この女は俺様の門に決定な。こいつ、抵抗しなければ積み荷を持っていく以外何もしないとか言っていたが、所詮は盗っ人の口約束ってことか。おいてめえら、縛り上げた連中の身ぐるみ剥がすの忘れんなよ。まずいな、どうするか。せっかくだけど遠慮しとくね。どう見ても好みじゃないから。へえ。いいじゃん、ますます気に入ったぜ。お前たちは今から俺様の女だぞ。たっぷり可愛がってやるから楽しみにするじゃんよ。頭、少しは俺たちにも分けてくださいよ。バカ野郎、こんな上玉指一本だって分けてやらねえよ。クオン様。大丈夫、そんなに怖がらなくても大丈夫だから。なんかえらい余裕だな。さすがにヤバいはずなんだが、全然焦った様子がない。何か秘策でもあるのか。きっとハクが何とかしてくれるから。ハク様が。自分がだよ。ちょ、無理だから。自分にどうしろと。そんな視線で見られると両親の呵責に苛まれるからやめて。モズヌ、勝手な真似はするな。我らノスリ旅団と行動を共にするからには我らの流儀に従ってもらう。我々の目的は積み荷だけ。それ以外は決して手を出さない。人に危害は加えない。そう言っておいたはずだ。
いいじゃんよ、いいじゃんよ。な、堅苦しいこと一個なしにしてやりたいようにやっちまおうぜ。全部俺様に任せとけってよ。それにちゃんと分かってるぞ、ノスリが焼いてるってことに。いい加減素直になって俺様の女になっちゃいなよ。せっかくこんないいもん持ってんだからよ。今あいつの指かつてない方向に折れ曲がらなかったか。おいたはダメよ坊や。どうだ奥義、今のはなかなかいい女っぷりじゃなかったか。ええ、さすがは姉上、その魅力に思わずめまいを起こすところでした。視界に入っていたはずなのに気づかなかった。そうであろう、これでまた一歩いい女に近づいたな。な、何しやがら。不遂だな、女との戯れを笑ってさらりと受け流すのがいい男というものだぞ。超痛えじゃんよ、こんなの任せるか。やれやれ、だからお前はいい男になれないんだ。かつて異国にいい男と謳われたオーロが存在した。彼は嫉妬に狂った奥方から腕を噛まれようが箸を突き刺されようが微笑んでされるがまま受け入れたらしいぞ。それがいい男というものであり、いい男の義務だ。いや、その理屈はなんかおかしい。それに引き換えお前はダメ男だな。だと。どうしました、続きをしないのですか。な、なんだこいつ、全然気づかなかったぞ。冗談じゃんや。な、何向きなってんな。奥義、構わんぞ。こんな場合男のやんちゃを許してやるのがいい女というものだ。姉上がそう言うなら仕方ないですね。まあいいさ、もともと俺はデカ父はあんま好きじゃなかったしな。ババアにだったら塩塩にしぼんで垂れちまうからな。姉上どうしました。なんでもないぞ、なんでも。よし、運べ。騒がせたな。では、積み荷はいただいて行くぞ。さらばだ。それでは、道中お気をつけて。いずれまた。やれやれ、とりあえずは命拾いしたか。とはいえこんな山奥で縛られたまま放置ってのは、これどうやって抜け出すんだ。ん？よいしょっと。お、縄抜けか、どうやるんだ。ちょっとしたコツがあるんだ。指の関節を外せば誰でもできるよ。いや、それコツとか器用とかいう次元じゃない。
すぐに解くから、ちょっと待ってて。ありがとうございます。おい姉ちゃん、こっちも頼む。あれ、そっちは解く必要なんてないんじゃないかな。何のことだい？演技としてはなかなかだと思うけど、いろいろと違和感があったかな。例えば、あの女の人が助けを求めに近寄ってきたとき、みんながそれほど警戒してなかったこととか。あなたほどの男が警戒してないなんてありえないかな。こりゃまだ買いかぶってくれたもんだ。それに彼女の話を鵜呑みにしたのもらしくないかな。いつものあなたならもっと疑って詳しい事情を聞いてそうだけど、ね、不自然なことならまだあるかな。囲まれた時に取り乱したのはルルティエとマロロだけで、他のみんなが慌てた様子がなかったから、ここまで重なるといくらなんでも不自然かな。クオンがやけに落ち着いていたのはそういうことか。一つ二つの違和感ならともかく、それがいくつも重なれば必然ということだね。やれやれ高三だ。本当おっかれ姉ちゃんだ。説明してもらえるよね。どういうことでおじゃるか。なあ、ちょっと待ってくれ。守備はどうだい、お二人さん。こいつらいつの間に。よし、これで準備は整ったか。で、種明かしなんだが。まずな、出発前に言った賊に襲われることはないって話、あれは嘘だ。おい、実は最近ここら一帯であいつら賊による被害が頻発しててな、この九十里でも何度か捕らえようと動いたんだがうまくいかなかったらしい。どうやら連中根城を転々としているらしくてな、なかなか尻尾がつかめねえってことだ。そうこうしているうちに被害は増える一方、賊どもの規模も大きくなってきてな、このままではまずいってことで奴らを討伐するのに協力してほしいと頼まれたわけさ。下手に知らない方がいいだろうってことで、お姫さんには知らせてやせんでしたからね。怖い思いをさせて申し訳ありません。いえ、そうだったのですか。ウコンだな、マロも聞いてないでおじゃるよ。どういうことでおじゃるか。いや、そいつはだな、マロロは腹芸が苦手だろう。そのことで向こうにバレたらまずいってことでな。そうでおじゃるか。いや、みんなで話し合って決めたんだ。俺が独断で決めたわけじゃなあ、おめえら。って、おい、おめえらこっち見ろ。マロロは、まあ、わからなくもないか。ってことは、まさか賊に襲われたのは。ひん、おめえさん、さりげなくひでえな。ああ、わざとだ。拠点を突き止めるには、おとりでおびき出すのが手っ取り早かったんでな。ちょっと待て、それは分かったが、もしさらわれたり暴行を加えられたらどうするつもりだったんだ。運よく何もなかったからいいようなものの、あいつらの会話からして十分にその可能性はあったんだろう。それはだな、そういうこと。向こう側に内通者というより、こちら側の人物がいたんだね。道理でいろいろとおかしいと思ったかな。そんなわけだ。これから待機していた討伐衆と合流の後、奴らの拠点に襲撃をかける。他にも質問や言いたいことが山ほどあるだろうが、後にしてくれ。今は少しの時間も惜しいんだな。いやいやいや、ちょっと待て。何をさらりととんでもないこと言ってるんだ。荷物の護衛は引き受けたが、襲撃を仕掛けるとかはないだろう。さすがに勘弁だぞ。おい、
ああ、分かってるって。こっちもそこまで世話になるつもりはねえさ。その代わりと言っちゃなんだが、あんちゃんたちには頼みてえことがあるんだ。始まったか。音の大きさから察して戦いはかなりの規模みたいだな。あんなものに巻き込まれていたら命がいくつあっても足りん。ハク様。わっ。お、いや、なんでもない。相変わらずこのでかい鳥にはなれないな。それで何か。はい、本当にごめんなさい。こんなことに巻き込んでしまって。こんなこと。ああ、ここに残ってルルティエを守ることになったことか。いや、別に気にしなくてもいいさ。あの合戦に駆り出されなくって済むんだ。こっちの方が断然マシというものだ。しかもウコン直々の頼みだからな。気兼ねすることなくこうして高みの見物でいられる。ルルティエの方こそ怖かっただろうに、大丈夫なのか。山賊たちにはウコンの手の者が混じっていたとはいえ、万が一ということもあった。大丈夫です。クオン様がいてくれましたし、もちろんハク様も。そう言ってくれるのは嬉しいが、自分がいたところで何ができたかは怪しいもんだ。立派だな、ルルティエは。さすがはお姫様ってとこか。そんな お姫様なんて。私は。はて、そんな恥ずかしいこと言ったか。しかしまあ、結果的にはウコンたちについてきてよかったかもしれないな。こんな大変な目にあったのに。うん、もしウコンたちに同行しないでクオンと二人で旅をしていたとしても、やはりこの道は通ったはずだ。そしたらあの山賊たちに襲われていたかもしれん。そうなった時、今みたいに無事に切り抜けられたかどうかわからんからな。いくら向こうにウコンの協力者がいるとはいえ、関係ない旅人まで助けてくれるとは限らん。山賊たちの信頼を得るためにあえてって可能性もないではない。だからウコンについてきたのは正解だった。そう思っただけだ。そうそう、その通りでおじゃるよ。なあ、マロたちとハク殿は一蓮托生の中でおじゃるよ。マロロ、お前なんでここにいる。ウコンたちと一緒に行ったんじゃ。何を言うでおじゃる。ハク殿を残していくのが心配で、ウコン殿に頼んでここに残してもらったでおじゃるよ。そうか。確かにマロロの呪術は頼りになる。一緒にいてくれるのは心強い。心強いはずなのだが、素直に喜べないのはなぜだ。しかしあの時は心臓が止まるかと思ったでおじゃるよ。そういえばこいつ真っ青になってガタガタ震えていたな。いや、実際青くなっていたかどうかは化粧でわからないが、これで本当に役立つのか。少しだけでもいいからマロにもこのことを話してほしかったでおじゃる。なんだか信頼されていないみたいで悲しいでおじゃるよ。仕方ないかな。こういうのは相手に感づかれたらそこでおしまいだから。まあそういうことだな。とにかくここで待機してウコンたちが帰ってくるのを待つだけだ。うん。クソが、たく、見張りを何をしてやがったんだよ。あの隠れ家がバレるはずはねえってのによ。
お頭、やっぱあれじゃねえかい？あのノスリって小娘が裏切ったんじゃ。お頭が悪いんすよ。いくらあの女がお頭好みだからってほいほい信じちまうから。どうせあの父が目当てだったんでしょ。うるせえな、仕方ねえだろバカ。おめえらだって見たろ、あの父、ありゃ反則じゃ。そりゃ確かに、そこは同意せざるを得ない。だが残念だったじゃ、あの父娘、こんなとこに隠し通路があるとは夢にも思わねえだろよ。とりあえず今はどうにか逃げ切って、後でこの礼はたっぷりさせてもらうぜ、あの父に。ああ、うわあ！なんでおじゃる！こいつら、さっきの山賊！てめえら、なんでこんなところに！頭、どうですか？バカかおめえは。こんな奴ら、消しらしまえばいい話じゃねえの。しかも、こいつはとんだ土産ができたぜ。飛んで火にいるなんとやらじゃ。うひひひひ、たっぷり可愛がってやんや。よし、攻めるな。女を取り押さえろ。男は袋にしまえ。ルルティエ、下がれ。何言ってる、ルルティエを置いてけるわけないだろうが。違うんです。うん、お願いです、そこの方たち逃げてください。何言ってんの。この子普段おとなしいですけど、怒るととっても凶暴になるんです。そんな脅し通用するとでも。え？え？そういうこと。皆様、無理をなさらずに。はい。うまくいきました。おとなしくしやがれ。
どう戦おうか。刻んでやる。隠れていたね。しぶてえな。どうしたものか。てや、こんなもんか。お願い、力になれるのなら。少年馬かな。こんなとこかな。おとなしく仕上がる。効かねえよ。やべえよ。食らいやがれ。どうした。どうしたものか。ご覧あれ。炎でおじゃる。見直したでおじゃるか。俺様に任せるじゃんよ。私の出番かな。こんなとこかな。小さく。くらいやがれ。どうした。どうでー。
だ続くでおじゃ。まあ、まだ立てる？差し上げてはいかがでしょうか。私が許しているのでは。ここも、もういいの。お願い、もう終わったの。お願いしたらこうなるよ。命だけは、命だけは、お助けてくれ、お願いだ。悪党とはいえ、少々哀れになってきた。とはいえ、許されるわけではないからな。煮るなり焼くなり、ポコポにやらせるなり、ルルギエの好きにしたらいいんじゃないのか。違う。いやはや、これはまた壮絶なことになってますね。誰だ。お前はさっきの。先ほどは失礼しました。ああすることになっておりましたので申し訳なく思いましたが、ご了承のほど。じゃあお前たちが。てめえ奥義、こいつらとつるんでるってことはやっぱり裏切りやがったか。元より仲間などではありませんでしたから、裏切ったなどと言われるのは心外ですね。同じ盗賊を朝廷に売りやがったんだ。裏切り以外何があるってんだよ。同じ。貧しい者から奪わず犯さず殺さずが我々の流儀です。力のない者を襲い戯れにもてあそび命を奪うあなた方畜生と一緒にされるのは甚だ不愉快。綺麗事を抜かしやがって。結局盗みに変わりはねえんだろうがよ。まああなた方と問答するつもりはありませんので、どう思うがご自由にどうぞ。どうせすぐに何も言えなくなりますので。まさかおめえ冗談はよすじゃん。汚い手で姉上に触り、姉上の志への罵詈雑言、最後に言い残すことはありますか。ふざけるな。死んでて余るかよ。今さら無駄ですのに。先の見えないものは哀れですね。
あの仮面、あのお方、まさかオシトラ様。しくしょう、奥義てめえ。ですから無駄だと言いましたのに。これもてめえの仕業かよ、奥義。早い。見えなかったぞ。今何をした？ご安心を姫君、峰内です。切り伏せるその価値もありませんので。以上、依頼の遂行とさせていただきます。オシトル殿。感謝する。ノスリ殿にも力添え感謝いたすと伝えてもらいたい。はい、お預かりしていた荷物は指定の場所に運んでありますので、お受け取りを。確かに受けたまま。それと姉上からの伝言ですが。お聞かせいただこう。奴らの行いが許せるものでなかったゆえ、今回は共闘したまで。馴れ合いはせぬ。ノスリ殿らしい言葉だ。では僕はこれにて。ご縁がありましたらいずれまた。まさかオシトラ様が来てくださったなんて。もしかしてあの仮面の方のことかな。はい、あのお方、ヤマトの双璧と歌われる武功衛大将オシトラ様です。そっか、あの人が。そなたたちが賊どもの首領を取り押さえてくれたか。ああ、いや、おかげで助かった。こたびの策、首領を逃がすことはまさに失敗と道義であったからな。この通り、感謝する。ああ、このような場所では社員も満足に伝えられない。そなたたちの功については後ほど正式に表彰し、報奨をもって報い、ルルティエ殿。はい。九十里王からの請願はこれにて遂行されたものとしてよろしいか。詳細はこの書簡にしたためておりますゆえ、オーロエはヨシナにお伝えいただきたく。確かに受け取りました。討伐の件、しかと父に伝えます。緊張してカチカチだな。姫君であるルルティエが緊張する。それほどの人物ってことか。それがしは別件があるゆえこれにて失礼いたす。護衛の者もすぐに戻るゆえ、安心して帝都までの旅を楽しまれる。はい、お心遣い感謝します。では諸兄諸子の良き旅路を祈って、全軍速やかに撤収せよ。またどこかでお会いすることもある。はっ。